And also we've got other ones, which have got mechanical mouse and heads. Yeah, that's good. We can put, actually, we're ahead of the time. Yeah. Do what you say. Go, work them out. Work them out again. There's more ones with the head swivel and go up and down. That's good. That's three better than that one. David, Robert, we need another 7,000 wraps. This just doesn't fill the place up. 7,000 more wraps, please. こちらはサウンドデザインルームです。インディ・ジョーンズの音作りはこのベン・バートさん一人で担当しています。映画に使われる効果音500時間分は全てコンピューターに入っています。Your constant fire, and then move over here and look at the film. Go! Just put this fire in my ear. 一つの画面を先頭分し、音を自由に振り分けることによって、より臨場感を高めることができます。This is the gunshot we recorded on the site of this building.Of course, if you want to have a lot of gunshots, you can just hit more keys. A tank in Indiana Jones.今回の作品では半年がかりで1000種類の音がデザインされました。ILM の機材は世界でただ一つ、ここにしかないものばかりです。SFX にかけては天才的な技術者たちが自分たちのアイデアで機械を作り出してきました。スピルバーグも彼らには全幅の信頼を置いています。
ちが断崖絶壁に立つこのシーン、マット画といわれる精密な絵にインディーたちを合成して撮ったものです。マット画は SF 映画に欠かせない技法ですが、単に細密に描けばいいのではなく、光の当て方など特殊な技能が要求される分野です。ILM で働く唯一の日本人、上杉雄生さんです。今回のインディ・ジョーンズのマット画を描いています。去年自分で描いた作品を ILM に送り、才能を認められました。そして今年の1月からここで働いています。1年契約を取り付けてあるんですけども、日本人で言葉の壁という大きなハンディがありますから、ちょっといい仕事をしていかないと。上杉君、遠いアメリカでジャパンドリームを実現してくださいね。ET2 には反対です。ある種の映画には続編を作ることができます。バック・トゥ・ザ・フューチャーは続編につながるように作ってあります。またインディ・ジョーンズのような冒険物語はどんな題材でも持ち込めます。ハリソン・フォードに鞭を持たせ帽子をかぶせれば、馬に乗った冒険やナチスとの戦いなどいろいろな話が作れます。Get there and just roll over. And don't have to turn yourself here on the way up. Just kind of groggily. Steven Spielberg とジョージ・ルーカス、ハイテクを武器に映像に絶えず革命を起こし続けてきたこの二人の天才は今、ハリウッドの黄金時代の復活を目指しています。この映画は1930年代から50年代のハリウッド黄金時代に作られた冒険映画そのものです。僕たちの両親の世代はこうした冒険物語を見て育ったんです。僕たちは SF で育った世代ですが、両親たちは冒険物語と西部劇で育ったんです。この映画は西部劇とも言えます。ハリソン・フォードは馬に乗るのが大変に上手で、蔵の上で生まれたんじゃないかと思うぐらいです。その様子はまるでジョン・ウェインを見ているようです。シュース ネックリンクス。Beautiful cut, print. Thank you, Robert. Thanks for a good week, everybody. Good night.